強いかどうか分かりにくい秀吉の奥義を今回リクエストもいただいたので検証していく動画になります。少し複雑なのでポイントだけ先に伝えてしまうと、3ターン発動の混乱威圧奥義で実際に止めることができる奥義は4ターン目の奥義となり、強力な奥義が多い3ターン目を止められないのが比較的弱いというふうに覚えておいてもらえればと思います。結論としては相手の編成と強さにもよりますが、大体の場合同じ覚醒数同士だと秀吉は雨子やお市よりも弱く、島津利久よりはマシ程度というところで、あまり強くないですが中堅程度の性能はあると思います。流れです。まず先方から威圧動揺効果の発生ターンを確認します。次に動揺によって止めることができた部隊ダメージを計算します。威圧についても同じように止めることができた奥義のダメージを計算します。威圧の場合、相手部隊によって奥義の性能が変わってくるので、私の1軍が相手の場合と覚醒数が多い甲賀の敵軍の場合で考えます。続いて威圧で止められるバフ奥義を評価するために、バフ奥義をダメージ奥義に換算する必要があるので、そこの換算方法について説明します。続いて計算した同様威圧で止められるダメージ奥義換算パーセントに秀吉の奥義の発生確率をかけ、攻撃力吸収効果の価値を足して秀吉の奥義の価値を出します。最後に他の参謀武将、雨子、お市、島津利久あたりと秀吉の性能を比べます。早速威圧同様の発生ターンについて確認していきましょう。私が秀吉を持っていないので、秀吉を持っている他メンバー参加の集結についてお借りしています。サインさん、ありがとうございます。3ターンを見ていきます。秀吉の奥義による混乱不要を確認できました。混乱不要が確認できましたが、3ターン目の敵の奥義は止まることがないので、4ターン目について見ていきます。戦法上も秀吉の奥義で敵部隊が攻撃と奥義発動不可というふうに書いてあることが確認できます。ここでポイントなのが、4ターン目なので偶数ターン奥義が発動してますが、秀吉が6ターン目で混乱不要した場合、7ターン目は偶数奥義も発動しないので、前田慶次や利久のような毎ターン奥義しか止められないので、若干損した感じになります。続いて動揺効果で止めることができる部隊ダメージを見ていきます。集結だと数が扱いにくいので、単体で後ほど甲賀衆と検証したところ、4ターン目の部隊攻撃1部隊のダメージは3ターン目の奥義に換算すると 35% 程度になることが多かったです。4ターン目の部隊ダメージと3ターン目の奥義ダメージから奥義ダメージパーセントを換算するという考え方でやってみました。概算になります。続いて威圧効果についてもダメージに換算していきます。威圧の効果は当然相手の奥義編成により変化しますが、まずは私の部隊が相手だった場合で見ていきます。家康に合わせて3ターン武将が多いのもあり、私の場合4ターン目で発動するのは島津利久と島津義弘のみになります。ややこしいのですが、4ターン目のダメージを3ターン目の奥義ダメージに換算していく必要があります。利久についてはバフの価値 4.9% 程度と見積もりますが、その理由については後でお話しします。福留のダメージ量が1239と確認できました。福留との比率から義弘のダメージ換算を 30% とし、利久の 4.9% と足すと約 35% になります。続いて甲賀の場合を見ていきます。甲賀の場合は浅井長政がいるので、島津義弘と利久に加えて長政の分があり、先ほどと同じように3ターン目奥義ダメージに換算していくと、浅井長政が 25.08%、 島津義弘が 61.1%、 島津利久が 9.9% 程度、合計 96.04% 程度となります。奥義の中のバフデバフ効果をダメージ量に換算する方法は家康バフ検証時の数値を利用します。家康の 16% 攻撃バフによるダメージ増は鈴木重秀のダメージ量と比べて 31.8% 程度でしたので、その価値をダメージ効果とすると軍団単位で 40% 程度になります。軍団単位で 40% なので、部隊単位では3分の1の 13.3% 程度になります。
ということで 16% バフが 13.3% ダメージになったので3ターン目のバフ効果については 81% をかけるとダメージ奥義パーセントに換算できると考えます。当然ダメージ量の多さによってバフの価値が変わるので他のターンのダメージ量を3ターン目と比較していきます。ターンごとのダメージを見ていくと上から2360、2716、6652、2196となっているのでこの割合からダメージパーセント換算のターンごとの数値を出せます。トシイサやアザイナガマサのバフデバフも先ほどの数値で計算してみました。四角星の島津トシイサは味方部隊の攻撃力を 16% 上げるバフを2回かけ敵部隊の防御力を 15% 下げるデバフを 30% の確率でかけます。先ほどのダメージパーセントに換算する係数を利用すると4ターン目の島津トシヒサの奥義については換算すると 9.9% 程度の価値になります。改めて発生確率と攻撃吸収効果の分を加味して秀吉の評価をしていきます。無覚醒の場合攻撃吸収が 6%、 混乱確率が 16% です。無覚醒で私の部隊が相手の場合、秀吉の奥義の価値はダメージ奥義に換算すると 20.9% 程度となります。同じく高画種についても計算していくと、秀吉のダメージ奥義換算パーセントは 30.68% 程度となります。他の参謀武将と性能を比較していきます。結論から言うと、雨子やお市と比べると劣り、島津俊久と比べると相手の覚醒や奥義状況次第では勝てるという結果になりました。雨子は参謀の中で明らかに性能が高いので雨子と比べると少し気の毒な感じはありますが、全員に配布されているお市に対してこの性能っていうのはちょっと寂しいところがあります。まあ、というかお市が優秀ってところはあるとは思います。回復武将の評価については、ダメージ系武将のダメージ量と回復系武将の回復量を比較してその差から係数を出してダメージ量に換算していきます。同じ量の回復量は同じ量のダメージ量と同じ価値があるっていう風に考えています。なので福留は鈴木のダメージ量とおいちゃねねの回復量を比較しています。計算すると回復だけでおいちが 72%、 四角星ねねが 78% 程度の価値になります。ただ敵に環境トップキャラの鈴木が無覚醒でいて 30% で確率妨害されたとして7割掛けするとネネが 54%、 オイチが 50% 程度まで下がります。そこから防御バフが追加されますので、例えば無覚醒オイチの場合は 64% 程度まで価値が上がります。続いてフル覚醒時の秀吉についても他武将と性能を比較していきます。秀吉の場合、フル覚醒した場合でも無覚醒の雨子に劣り、無覚醒のお市よりわずかに強い程度の見込みになっています。ただお市を弱体化させる鈴木が敵にいる場合だと無覚醒のお市よりは貫突の秀吉の方がだいぶ強いです。ちなみにお市についてもフル覚醒してしまうと、たとえ敵の四角星鈴木の妨害込みでお市の価値が減ったとしても 172% 程度となるので、フル覚醒同士だとお市の方が秀吉よりだいぶ強いという結果になります。ちなみに無覚醒北条早雲の場合は私部隊相手で 44.5%、 甲賀相手で 52% 程度の価値となりましたので、島津義弘や吉川あたりの他の交換可能な SSR 首相と大きな価値の差はなさそうです。覚醒後に強くなる可能性はありそうです。途中でお話ししましたが、7ターン目については止められる奥義数が少ないので全体で見ると威圧や混乱奥義の評価はさらに下がります。余談です。最近やっと馬攻撃力を上げる家宝金魚を手にすることができまして、家宝商人を見るたびに発生していたストレスから解放されました。余談でした。このような動画引き続き上げていきたいというふうに考えておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方ぜひよろしくお願いします。最後に最近新しくコメントいただいた方にお礼申し上げ、この動画を終わります。離ればあさん、木船天狗さん、秀樹さん、パフェさん、黄金なめこさん、秋田スタさん、山崎たけしさん、増田奥田さん、ドスコイさん、坂本光さん、コメントいただきありがとうございました。今ご覧いただいている方もコメントだったり高評価、チャンネル登録等していただけると励みとなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。